どうも、陣内智則です。今回のネタはですね、セミの1週間です。まあこれはね、まあ、一番反響がいろいろと多かったネタですね。僕も好きなネタですけど、いろいろと、まあ前回も言いましたけども、子供から手紙をもらって、このネタを見て、生きる元気が湧きましたとか、なんかね、本当結構あったんですよ。不登校やったんですけど、このネタを見て、勇気が出て学校行けるようになりましたとか、なんか僕の知らないところで結構、子供たちをに勇気づけてたんですかね。これのネタはなぜ作ろうってなったのは、セミってね、1週間しかないっていう、ネタというか、セミってね、地中に7年ぐらいいて、そこ7年いてて、ようやく地上で生まれたら1週間で亡くなるらしいんですよ。この7年ごめんなさい、合ってることがあるんで、なぜ長い時間地中にいてるセミは、ほんでも世に出た時は1週間しかないという、このなんか僕の切ないなセミって思ったんですよね。ようやく世に出てきて1週間でどんな気持ちで泣いてんだろうとか、そういう時にちょっとネタにしようかなと思って作ったネタです。映像的にはね、ちょっと昔の古い映像ですけど、面白くなってると思いますんで、ぜひセミの1週間皆さん見てください。どうぞ。ああ、この不況でリストラされるしな、借金は抱えるし、生きとってもええことないな。まあええか、思い残すことないわ、死んだろ。よし、あれ、えらい季節外れのセミやな。まあセミはええな、1週間で死ねるから嫌なことないんやろな。まあそんなことどうでもええわ、ええことないし死の。簡単に死ぬもんやないで。誰や。わしや、季節外れのセミやから。なんで喋れんねんお前。なんで人間は簡単に自分の命を捨てようとするんや。死んでどうなるんや。なんややかましな、セミのくせに。で、何がわかんねん、お前に。君な、セミの寿命って知ってるか？一週間やの。そうや、一週間や。君は今いくつや？35や。35？ セミで言うたらまだ3日目やがな。夢と希望に満ち溢れた3日目や。なんでセミで言うねん。セミで言われても全然響けへんわ、俺。なんで喋れんねん、お前、大体。わし、何日目に見える？いや、それいくつに見えるみたいに言われても、もう全然興味ないセミには。大体でいいから。2日目。2日目、2日目、そんな若見える。めっちゃ嬉しい。どの辺が2日目。自分みんなにそんなこと言ってんじゃん。コンパかお前。コンパにちょっと若く言うた女の子の対応やないかお前。なんなん。大体何日目なん。ほんでヒント、今日死にます。7日目。なんでわかった。わかるわ、大ヒントくれたやん、わかるわ。正解したあなたにはセミの抜け殻プレゼント。いらんわ、あんな気持ち悪い。お金ないんやろ。こんな財布に入れとったらええかな。あれ財布入れてお金たまんの。いや、粉々になるだけ。絶対いらんわ。ポロ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 出てくるだけやん、あんな。なんなん、だいたいお前7日目やろ、今日死ぬんやろ。ようさんのんきなこと言えるな。ええかよう聞けよ。わしらセミはな、今日死ぬって分かってても最後まで生き抜くんや。君ら人間にはただの1週間かもしれん、けどわしらセミにとってはかけがえのない1週間なんや。どんだけ生きたくても1週間しか生きられへんねや。それやのに簡単に死ぬとか言うな。なんかそれはすいません。君な、1週間の歌って知ってるか？あ、子供の時に習いましたけど。ちょっと歌ってみ。え、ここで？日曜日に市場へ出かけ、糸と朝を買ってきた。それから。月曜日にお風呂を焚いて、火曜日にお風呂に入る。いつ入っとんねん。追い焚きしたんかそれ。追い焚きは知りませんけど。続きは。水曜日に友達が来て、木曜日に送っていた。金曜日は糸巻きもせず、土曜日はおしゃべりばかり。
トゥラ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 。もうええ、一週間舐めとんのか。いや、そういうつもりじゃないですけど。だらだら過ごしやがって、わしらの一週間何やと思うとんねん。いや、すいません。わしらセミの一週間の歌聞いとけ。日曜日にこの世に生まれ、夢と希望を抱いていた。夢と希望。月曜日に友達できて。あ、一緒じゃないですか。火曜日に友達死んだ。あ、死んだの。水曜日は友達死んで、木曜日も友達死んだ。めっちゃ死ぬやん。金曜日はひたすら泣いて、あれ、土曜日に覚悟を決めた。つく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 帽子、次は僕が死ぬ。めっちゃ悲しいやん。セミの一週間の歌めっちゃ悲しいですやん。なんか涙出そうやわ俺。こんな切ない一週間やのに、子供らはカブトムシやクワガタや言うて、わしらセミは嫌われ者や。なんでわしらセミは嫌われんねや、教えてくれ。まあ理由はいっぱいありますよ。まずまあ見た目が気持ち悪いっていうのもありますけど、でもあれちゃいます、僕子供の時にほらよくおしっこかけられたんですよセミに。だからおしっこかけるから子供嫌うん違いますか。おしっこか。はい。わしらセミはな、嬉しくなったらおしっこ出てまうんや。え、あれ、ウレションやったんすか。嬉しくておしっこしてたんや。知らんかった。子供が寄ってきて、はい、嬉しくなっておしっこが出て、そのおしっこで子供は逃げてしまう。セミの悲しいさがやな。なんか、めっちゃ切ない話ですね。わしらセミは、何のために生まれてきたんや。いやいや、でもほら、セミがいるから夏やなって気がするし、夏の代名詞じゃないですか。いやいや、そんなことないわ。夏といえばサザンやん。いや、まあ、僕はサザンよりセミの方が夏やなって気しますけどね。いや、それは言い過ぎやわ。サザンに勝てるわけないやん。いや、僕サザンの歌声よりセミの鳴き声の方が、うわ、夏やなと思いますよ。いやいや、自分そう褒めすぎやわ。いや、喜んでるやん。喜んでるやん。ウレションしてる、今めっちゃウレションしてる。喜んでるやん。自分褒めんのうまいわ。いや、ほんならつくつく帽子がなんて鳴いてるか知ってる？あ、知ってますよ。あれでしょ、つくつく帽子、つくつく帽子、つくつく帽子、最後になんか早なってね、早なってなんかつくぴーよ、つくぴーよ、つくぴーよビーってわけのわからんこと言ってますよね。やっぱりそんな風に聞こえてるんか。はい。わしらは世界の平和を願って泣いてんねや。世界の平和。今から泣くからよう聞いとけ。はい。つくつく帽子。つくつく帽子。いや、つくつく帽子やん。つくつく帽子。つくつく帽子やん。つくつく帽子。ほら、つくつく帽子やん。ラブ&ピース。ラブ&ピース言った。ラブ&ピース。ラブ&ピース言ってんの。つくつくピース。つくつくピースってね。ラブ&帽子。ラブ&帽子。レッドトゥビー。レッドトゥビー言った。ラブ&ピース。え、レッドトゥビー。そんなん言ってた。ラブ&帽子。知らんかった。レッドトゥビー。こっから、こっから。つくつく帽子。早なって。わけわからんこと。レッドトゥビー。ほら。ラブ&ピース。抱きしめて、そばにいて、あなただけを見つめてる。そんなん言ってた。あれ、そんなん言ってた。抱きしめてそばにいてあなただけを見つめてるって言ってたん。切な。なんかセミに会って僕自殺すんのアホらしになりました。なんかもう僕自殺すんのやめます。あ、喜んでくれてるんですか。そうやない、急に体が言うこと聞かんねえ。大丈夫ですか。大丈夫。苦しい。大丈夫ですか。いよいよわしも終わりのようや。あ、7日目ですもんね。これがほんまのセミファイナルや。あの、それ準決勝という意味ですわ。大丈夫ですか。最後に聞いてくれ。わしらセミは一週間という短い命を一生懸命生きてるんや。だから自分ら人間ももっと命を大切にしてほしい。セミからのお願いです。セミ公共広告機構。何言うてあるんすか。何言うてあるんすか。大丈夫ですか。ラブ&ピース。いや、もう黙っててください。レッド&ピース。もう危ないから体抱きしめてそばにいて。セミ、あなただけを見。大丈夫ですか。いや、おしっこすな。